難しいですね。スパイアといえばそうですね、スパイアとしても何ですか。何でしょうね、何ですかね、何ですか、逆に I don't know。 何だろう、何ですか、わからないです。ごめんなさい。こんにちは、どうも、ソヤです。ボーカルの池です。ギターのユージです。ベースのモミケンです。ドラムのケンタです。そうですね、まあ僕らの音楽を聴いてなんか少しでも、楽しい気持ちになったり、明日頑張ろうっていう気持ちになれたらいいなと思ってメッセージを書いてます。それぞれで違うと思うんですけど、僕だとそのボーカリストですごい好きな人がいて、例えば小田和正とかマイケル・ジャクソンとかリンキンパークのチェスター・ベニントンとか、すごいたくさん好きなボーカリストがいます。そうですね、いろんな国を回ってきたので、それぞれのいいところいい瞬間ってたくさんあったのですが、今はそうですね、いろんな国を回ったがゆえに日本でまたライブやってみたいななんて気持ちがふつふつと湧いてきて、そうですね、日本で大きいライブがやりたいです。でっかいライブが好きなので、でかい野外ライブをやり続けていけたらいいなと思います。僕は必ずストレッチをやってます。その体を柔らかくして声が出るようにしてます。食事かな。でもその初めてその来る街なので、いろんなものを目で見てみたいなと思っています。もちろんここに来てくれるファンの皆さんの顔も含めて、はい、アニプラスをご覧の皆さん、どうもスパイアです。僕たちスパイアは初めてシンガポールに来ました。今日ライブをやってみて、シンガポールがどんな国なのか少し理解して、またシンガポールまでちゃんと僕たちの音が届くように活動していきたいと思ってます。これからもどうかよろしくお願いします。